も渡辺です。皆さんどうもこんにちは。全日本カッケ選手権8位しばいです。ね、久々じゃない？なんで動画上げないんだよ。そうだ、上げます。僕はね、もっともっとね、トゲゾウに懐いてほしい。クセすごいの。家族と家族じゃない人っていう、もう当たり前だけどその壁がある。でもその壁俺壊したいの。ということで、まあ、赤ちゃんって所詮赤ちゃん。所詮とか言わない。すぐ騙せるから。あやなんが着てる服を僕が着たらお母さんだと思って相当懐いてくれると思うんですよ。そんなバカじゃないぞうちの子。所詮バカだから。弱い。ここ二人ドッキリ引っかかりやすいからね。意外とトゲゾウも引っかかりやすいタイプかもしれないね。そう、遺伝してるかもしれない。そう、それをやっていこうかなと。はい、はい、昔みたいにさ、どついてよ。はい、じゃあどうぞ。お、来た来た来た。でも脇がって映るよね。脇がじゃないから。脇がじゃないんだけど。でもさ、あーちゃんちょっとだけ脇毛生えてるよ。脇毛は生えてていいんでしょ。え、どついていい。まほちゃん着替え中の時の音楽ね。トゥルトゥ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 ルトゥ。イエーイ。なんかブラとかつけなくていい。ブラつけたい。やっぱおっぱいの匂いって大事だ。あ、それは大事。一回も使ってない。あ、一回も使ってないじゃん。はぁ、皆さんテンションもね。はぁ、赤青黄色のドーナツ。よく歌ってるよね。ママだよ。マンちゃん、ママのとこ行きたいでしょ。マンちゃん、赤青黄色のドーナツ。マンちゃん、マンちゃん、しばらんチャンネルだよ。ほらほら、ここ挨拶して、挨拶。はいはい。赤青黄色のドーナツ。なあ、かった、なあ、かった、かった。ママだよ、ママだよ。ママだよ。ママとパパすごいラブラブなの。ほら、皆さんどうもこんにちは、あやなんです。あやなんだよ、ママだよ。やっぱりママが一番。ママが。いや。ほら、ママだよ。なんかシンプルな狂気を感じてる。人生で初めて女装してる人に出会ったからな。子供って頭いいかもしれんな。みんな舐めんなよな。ほら、もう嫌だって、もう嫌だって。壁ができた。これはマジおすすめしないです。やっぱ地道に地道に壁崩した方がいいですね。はい、ということで今日見てくれてありがとうございます。チャンネル登録はこちらから。スマホの方はこちらから。また明日の動画見てくださいね。それではまた。終わりです。終わりです。チャンネル登録よろしく。